Hello and welcome back to Honk Impact Bird. This time around with a bit of an earlier stream since I have a bit more leeway and control about my time plan for today. And we stopped last time halfway in between like the part two of the story. And we have about like 2 more hours of story left. That is what we're gonna go for. That's our goal for today. And that will also be it. Also, it will be a bit of a shorter stream if we manage to wrap it up in 2 hours. But yeah. It also will be my last stream before I'm heading off to Dokomi. So, yeah. I won't. Definitely won't be streaming until like Tuesday. Maybe I will do a short stream on Monday, depending on how late I will come back home and on how I feel like energy wise, but hey, no promises there. And yeah, last time around we found out, or it got revealed, that perception was behind all of it and has been tricking us the entire time. And I think now we're going to pace her a bit. This is bored to have the engineer hoist with his own petard. It is most speed when in one line two crafts directly meet. The shadow cast by the wheel of destiny lurked in the dark. It only had to wait patiently and everything would be just as it wished.夢の中で私は誰に殺された。前に聞かれた質問だけど、白球さん、答えはここにあるの。なるほど。そう考えると私はアジタのこと 十分に信用していないようだ。白球さん、私は嘘をついてないよ。ああ、心配する必要はない。<笑>というより、今の私が無条件に信頼できる人間は君一人なんだ。夢追い人。 それからやっと会えたね、影。因果応報、すべては虚妄なり。私は影の中から力を取り出すのも 一種の規則だ。規則である以上、偽物を真実にすることができる。ほう、規則もあなたが一時的に作る偽物になれるのか。ドニグルを止めた時、君は意識を栄誕に沈め、自身の力を取り戻そうとした。しかし、 あの時君は成功しなかった。君が道具に身を置いている以上、規則に縛られることになる。少なくとも今、<笑>君は我々術と何の違いもない。<笑>思ったよりも賢いようだ。この準備から見るに、 私が器具の分身ではないと、あなたはいつから疑い始めた。<笑>時が流れていくにつれ、あの時の過ちが老朽にどんな災いをもたらしたかを。<笑>この100年間、影を支配することがますます難しくなっていったのは偶然ではない。 If they've slowly been like losing control, yeah, it can be. 影の意志は
遅かれ早かれ私の失敗の中で生まれたはず。ただそれがどこに身を隠したのか私には予測できなかった。だから失礼を承知で夢追い人の特殊性を利用して占いに適した夢を作り私の推測を検証することにした。考えてみればこの手で世界にもたらした災いは一つだけではないようだ。今さらそれに気づくとは、あなたの人生は実に惨めなものだ。白球、素晴らしい占いですでに決まった結果を検証する。トローに関しては相変わらず粘り強いようだ。Oh, so it's perception or like the shadow when I was saying they have a trump card or what? 知っているはずだろ。私は形のない存在だ。身を寄せるところを束縛するだけでは何の役にも立たない。ああ、確かに厄介だ。ここは話をするところではない。諸君、まずは器具の術の隠れ家を離れてからじっくりと話し合おう。 And we are just leaving perception behind? 時間は差し迫っているが、石橋を渡る前に叩いた方がいい。核に関してはここに置いておくといい。Okay, I guess we're leaving perception behind. Weird. わかりやすい嘘だ。みんな、ついてきて。私にはまだ話したいことがあるとあなたは気づいているようだ。聞いてみるか。I guess we're listening. まず。あなたが何を予見したかはわからないが、今あなたは私のことを深く誤解している。例えば、本当はあなたたちにこう提案したかった。風水的に、合奏に適した場所を探すべきだと。わお。人は誰しも死ぬ。それはあなたたちにとって一番大事なことだ。どうやらあなたは知識と教養がある人間のようだ。この世で死から逃げられる者はいないとあなたは知っている。なぜなら、そして私が術たちに隠してきたのは規則を変えるチャンスだ。規則を変える最も簡単な方法はそれを根本から壊すこと。他の人間にとってそれを成し遂げるのは至難の業かもしれないが、I'm really curious that we have the option to just like not listen to it, but I think that's telling us some stuff. ちょうどいいことに、みんなの目の前にある老朽は、もともと崩れる運命にある。世界が私に何かを求めるたびに、その崩壊は少しずつ深さを増していく。実を言うと、私がすることは一つだけ。それは最初から少しも変わっていない。私はただ、待つだけだ。ああ、そうだ。私はただ、あなたたちに伝えたかった。最初から、あなたたちには何の賞賛もない。Don't be so short of your win yet. というより、これこそがあなたたちと行動を共にした大元の理由だ。この点に関して、どうか誤解しないように。何しろ。私は無限に待ち続けることができる。しかし、あなたたちはいつか死ぬ。そうだろう。I guess that's true. 張り切って出発。
夢追い人、さっきのって一体何？核おばさんは急に悪人みたいな感じになったよね。あなたが目を開けた数秒間ですごいことがたくさん起きてた気がするんだけど。Hey, okay. Yeah, I guess for them, we like fully experienced her going bad, but they did not, so yeah. Tao briefly explained to Senna and the others what happened in the dream, from another battle against Lantern to the total destruction of Langyu. But she deliberately left out the part where Baishi tried to kill Chirohaku. それは私が病気になったっていうのはさておき、チャンスが来たら加古おばさんは少弱以外の術を全員殺すの？しかも老朽を滅ぼすって。残念ながら核はただの器具ではない。そう確認できた今、確かに核はそんな能力を持っていると言える。それじゃあアジタの剣も核の仕業だってこと？ Most likely, I guess. その可能性は低い。 Why is that? アジタは七術の中でもかなり特別な存在だ。今の状況では彼女はもう老朽に興味がない、そうとしか言えないんだ。でもあの死体は七術の中で彼女だけが肉体を完全に捨てることができる。それはさておき、七術は最も洞察力のある一人を失った。その事実は変わらない。その緊張しないでよ。師匠がいるし、悪いことをしようとしてる核だって簡単に拘束しただろ。きっと万事順調、幸運が巡ってくるに決まってる。別に解決できないことはないだろ。 Well, but we don't want to go along with that particular plan as well, so 行った方がいい？あなたの顔にこそ緊張っていう字が書かれてるんだけど。もう恥をかくならそれでいいや。緊張するに決まってるよ。よく考えてみて、何年も会ってなかったジタおばさんが倒れて、その次は夢追い人の気絶、挙句の果てには何が起きたかもわからないまま目覚めた夢追い人は師匠と一緒に格好おばさんを敵として扱ってる。急にいろいろ変わりすぎて誰だって緊張するよ。そうだろ？コラリーは多分からかってないと思うよ。そう？でもよく考えたら本当に恐ろしいね。あんたたちはまだ少ししか一緒にいないけど、うちは奴と数十年も一緒にいて、ことあるごとにその意見に従ってきたんだよ。そんなの頭上に包丁が浮いてるみたいなものだろ。考えただけで震えが止まらない。少女くん、まさかすでに諸君には話をしているとはいえ、最初の当事者として事の経緯をもう一度整理する必要があると思う。 Okay, so we're getting another like telling of what happened back then or what? 全ては100年前に始まった。私はアジタの助言に従い、罹患の術相を一つの特殊なアストラルリングに閉じ込め、それによって英才を終わらせようとした。アストラルリングにそんな機能があるの？アジタはそれを行動のアストラルリングと呼んでいた。話によると
領域というものの中で特別な地位にあるらしい。しかし残念だが、あの時の私は気がせいて凡人の体で神の階段を登ろうとした。そのせいで宝物の良し悪しが理解できなかったのだ。私が罹患の術相を統合しようとした時、影から放たれた巨大なエネルギーによってアストラルリングは砕かれ七つになった。私たちが持っているアストラルリングによく似た偽物はそこから来ている。ただ影の意志も誕生するとは100年前の私は考えもしなかった。言い換えれば、当時の高密度エネルギーが律者のような存在を生み出したってこと？うん。罹患の術相を崩壊エネルギーの一つの具現に当てはめると、白球のやり方は崩壊エネルギーを強引に集め律者コアを生み出すことで状況をコントロールしようとしたみたいな感じかな。I mean, it may not be proper Honka energy, but if the mechanics really work similar to what we already know, it makes it a bit easier to understand what's going on. じゃあ、地球の経験だとは？残念ながら地球の経験だと、それは無知で怖いもの知らずって言葉でも表現できないような過激な行動。というより老朽がここまで存在できたのはまさに奇跡だと言える。過去の罪に関して言い逃れはしない。私は自ら罠に入り道を切り開く。この件はここで終わらせたりしない。師匠、少弱、私は、いや、何でもない。とにかく以前夢追い人が空中にある永久を見たとき、私は諸君を閉じ込めた。私の自分勝手の行動をどうか許してほしい。謝る必要はないよ、白球さん。もし本当に夢の予言みたいに束縛された影が再び自由を手にしたら、老朽だけじゃなくて桜花まで基盤を失ってしまうかもしれないし。 We do not want that。 うん、だから夢追い人もヘリアもコラリーも私も、あ、桜花にいる親切姉さんもね、力になれることがあったら何でもするから。ちょっと、もちろん傍観するつもりはないけど、だからといってそんな口だけの約束をしないでくれる？ Don't be so pessimistic, Coralie. でもセナは律者に似た存在を引き続き調べることも、世界の泡の未来のために考えることも徹底的にしなくちゃいけないって知ってるからね。それに老朽の住人である少弱は私たちと一緒に行動してきた仲間だし、見て見ぬふりなんてできないよ。いやー、まさに苦難の時に本当の友達がわかるってやつだね、夢追い人。そう言ってくれてありがとう。ただ今はまだ諸君が行動を起こす必要はない。罹患の術相の前に立ち、自身の才能で人々のために災いを払う。これは術の責務だ。
だからこれからはまず他の術と対策を練る。確かにその方が効率的だね。白球さんたちが対策を考えた後に一緒に行動すればいいと思う。とにかく絶対に遠慮しないでね。それなら一つ約束しよう。英才を永久に排除し、老朽と王家を侵食から解放する儀式、それは確かに存在する。へえ。さすが師匠だ、自信満々だね。対策、白球さんはやっぱり。夢追い人、何を考えてるの？なんだか目覚めてから考え事ばかりしてるね。まさかまだあの夢の心配をしてるの？ But yeah, for one particular reason, because we do not know what if Baishi will still stick to his plan to kill Shoraku in the end. 夢のことを心配してるというより、その原理について考えてると言った方が正しいかな。そっか。正直に言うと、夢と現実は真逆なのに。まさか師匠があんたの夢を状況を推測するためのサバンにするとは思わなかったな。はあ、カクおばさん、考えれば考えるほど怖くなるよ。でも安心して、師匠と術がいる限り全てはうまくいくって。最悪の場合、あんたにはうちがいるし。ねえ少女くん。はいはい、またうちを甘く見るつもりだろ。危険を前にしても暇を見つけて昼寝するような人間だってコラリーが言っただろ。だからうちと一緒なら世界の終わりがやってきても、万事順調だね。覚えるのが早いね。お互い様、これも受け売りだよね。え？あれ？親切姉さんだ。王家と老朽の電波がまた繋がったの？そういうわけじゃないみたい。白球側に何か特別な方法があるのかもしれない。確かに、白球さんが箱の元の持ち主じゃなかったら、こうして彼と特別な通信を確立できるだなんて想像すらできないよ。Hey, that's Ori-chan. That's sweet. Good thing we have found Baiji and finally have him on our side. Well, welcome. 戦意起源。私たちがよく知ってるこの言葉に、実は世界の泡として桜花が特殊だって事実が含まれてる。私たちには本物の終末のアンカーがあるけど、私たちの世界自体が本当は人工的に作られたもの。I mean, hack headpads and cutters are fine. そして老朽はその逆なんだ。どういうこと？ I know that. What about you? これも私と白球さんが話した後に確認できたことだよ。当時、白球さんはアジタと手を組んで、終末のアンカーの偽物を作った。そしてそれ自身の相互排他性を利用して、本物の終末のアンカーを老朽の外に追い出すことに成功したの。そうすれば、老朽にある偽物はリトストに制御されて、影の規則と深く結びつくことができる。そして桜花を切り開いた本物は、老朽を外部から安定させるための最後の保険になるんだ。
より正確に言うと、記憶と時間の箱を影の支配できない場所に保管したってこと。Why Call of Duty Zombie Lore in specific? I mean, I get watching like hour-long videos of deep dive into games lore, but me personally, I wouldn't find Call of Duty Zombie Lore interesting. But hey. ああ、そして今の結果から見れば、あらかじめその手を残していなかったら、今頃私たちには。もう死に場所すらなかったはずだ。Well, I guess it's in your list, but totally not in mine. 現代技術で表現すると、あなたが体験したのは、記憶と時間の箱というクラウドに保存された、永久で集めたリアルタイムデータを脳みそ端末向けにコンパイルした、演劇のサバンかな。This sounds so weird. What the fuck? 理論上は同じようにデータの海と複雑な関わりを持つセナちゃん、そして私にもそういう端末になる機会があった。でも箱はあなたを選んだの。Why have you become just like a terminal now? あれ？今。偽物の週末のアンカーはリトストに制御されてって言ったよね。まさかそれって英単が誕生した時のこと？ドニグルが老朽を離れて探索できたのもそれが理由だったりして。いい推測だ。リトストとのつながりは確かに、ドニグルが自由に老朽と王家を行き来できる根本的な理由だよ。というよりGod, but he is really not doing good.師匠？大丈夫。まだそこまで進行していないから。ただ他の術との話し合いは急がねばならないようだ。じゃあうちも手伝った方がいい？そうそう、私たちも一緒に行こうか。いや、これは巨岩のやり方に関わることだ。でも慌てる必要はない。司書君には大事な仕事が残っている。その通り。私たちは週末のアンカーのとある可能性を確かめないと。それと私が離れている間、どうか小尺といろいろ話をしてほしい。We are definitely not gonna keep her in your company. That would be too dangerous for her. 白球さんは小尺を連れて行かないの？その必要はない。核が裏切った後、彼女は代わりに権能を行使できる媒介を失っている。そして一方で老朽を永久に閉鎖する可能性を考えれば、そうした方がもっと人情があるかと。それではまた後で。
I guess she's feeling a bit betrayed, first by Perception, and now he's saying a bit like that she's shouldn't be there with the others for whatever reason. 夢追い人、今は特に具合が悪いところなんてないよね。夢の中の私みたいに無理して病気になっちゃったら良くないよ。特にないけど、私はむしろみんなの中では唯一アストラルリングを直接使ってないから。それに予知や占いの能力なんだけど、この剣が白球さんにとってどれくらい重要かを考えると、そんな能力が無条件で使えるなら、多分今の私たちはまだ別の夢の中にいて試行錯誤を続けてるんじゃない。I mean, it could be the case, but it also could not be. 夢と現実、このまま分析し続けてもキリがないし、永劫回帰も考えてしまうことになる。でも、あなたが知らないうちに、その潜在能力をアクティブ化する。それがあなたが白球を恐れてる理由なの。恐れてる？At a moment of doubt, Tamu glanced at Shuaku, who was nearby. 恐怖、尊敬、少しの哀れみもあるみたい。正直に言うと、ヘリアみたいな鈍感な人でも気づいたくらいだから、私の気のせいじゃないと思う。Good slight little burn at Helia. Come on, Carly. まあいい。本題に入ろう。夢追い人、あんたはさっき、私たちに夢の中の出来事を話したでしょ。そのとき、うん、あなたが話した未来を考慮すれば、そんな些細なことにも並外れた手がかりが隠されてるかもしれない。みんなに隠し事をするにはまだまだ勉強しないといけないみたいだね。それは。Subconsciously scanned your surroundings, checking for any other shoes nearby. When you spotted Shuaku not far away, you gazed at her for quite a while to make sure she wasn't eavesdropping on this exchange.But you quickly realized that it might be completely futile. まあいいや。私たちの考えを知りたい術がいたとしても、老朽ではわざわざ目の前に現れる必要なんてないのかもしれないし。へえ、やっぱり。彼らはあなたの夢の中で変なことをしたんだ。変かな。確かに変だね。でも隠し事をしたのは別に彼らに何かを知られることを心配してるわけじゃない。彼らは最初から知ってるから。やっぱり。それは曖昧すぎるんじゃない？一体何の話？せかさないで、少し言葉を整理するから。なんて言えばいいのかな。夢の中で私はある殺人現場を目撃したんだけど、それは犯人も被害者も了承の上でのことだったの。了承の上？まさか殺されることを選ぶ人の夢を見たの？そう。術にとってそれが唯一の手段かどうかはわからないけど。 After a moment you glanced over at Shuaku once again. Then you breezed through the dreams and neglected details, keeping it concise and to the point. 待って、それって白球さんが。確かに、それは表に出すべき情報じゃないね。
でもつまりある意味で、うん、少女には犠牲者にならざるを得ない可能性が存在してるってこと。通りで白球さんに陰謀を見抜かれても角おばさんは少しも焦ってなかったんだね。リトストが死んだ後、世界を再び分離させる儀式なんてそもそも存在してなかった。術たちの切り札はただの殺人だったってこと？どうやら現実にいる核はまだその切り札の存在を知らないみたい。だから余計に何も恐れないような態度を見せたのかも。とにかく文字通りの意味のタイムトラベルじゃないけど、私たちは世界を変える蝶々になったみたいだね。世界を変える蝶々？待ってコラリ、それって私たちにはまだ何かができるってこと？ Anything like just casually mentioning or like referring to like the butterfly effect by calling themselves butterflies。それはどうかな。一番楽観的に考えれば、事前に核を押さえつけられれば、術たちはもっと穏やかな方法で老朽の危機を解決できるのかもしれない。もし彼らには何もできないとしたら？ありふれた話だけど、誰もが聞いたことがある倫理的ジレンマだよ。さっき夢追い人が話したように、双方了承の上での殺人、そんなの私たちでも七術でも完璧な選択なんてできるはずがない。実際の状況を見ればそれこそが一番可能性が高いと思う。みんなにも分かってほしい。白球さんも小尺も彼らはもうその前提の上で100年以上も生きてきた。確かに親切姉さんの言う通りだね。もしいい方法があるとしたら、この100年の間で老朽にいる誰かがとっくに思いついてるはずだもん。もし来たばかりの私たちが代わりに最善の選択をしたら、彼らが向き合ってたことはそもそも危機とは言えないんじゃないかな。 Cold but true.Even their ever-optimistic one had to admit the weight of history was too suffocating. でも、つまりそれって、夢追い人が未来を予知してたとしても、私たちは何もできないの？もし少尺が術に殺されることが全てを解決する鍵だとしたら、今の私たちは結局、彼女が計画通りに殺されることしか勝ち取れないんじゃない？そうとも限らないよ。さっきはあんな風に言ったけど、別にみんなに諦めてほしいわけじゃない。どうし、たまにあなたがバカかどうかわからない時があるよ。Good question。あなたはいつも他人よりも早く理屈を理解できるのに、理屈通りには動こうとしない気がする。Yep, that actually sums up quite well. 理屈通りに行動してたら人生に何の意味があるの？ True. いや、別に反対するつもりはない。でも、そう考えると、私たちの知ってる少尺って本当に自分を犠牲にするような人だっけ？その中に何か事情があったりしない？どんな事情があったとしても、まだ挽回の余地があるなら、100年もの間、何も変わらないはずがない。別の視点から考えると、ここに来たばかりのよそ者に指図されて、運命が決まるくらいなら、そもそもこの世界に存在価値があるとは思えない。じゃあ、こんなにわかりやすいトロッコ問題を前にして、私たちに何ができるの？ I mean, I wouldn't really worry about the consequences, but if like outsiders are the ones who solve it at the moment,
I don't really get why they're bringing that particular dilemma up about right now. Yes, they're outsiders. Yes, they may have knowledge about things. They are just like a missing, which could be like the last missing piece to the puzzle. And if it comes through outsiders, then what? It's better than not having that piece of the puzzle for in the end. So yeah. あなたにとって別にそれほど難しくないでしょ。天命のバルキリーの作戦規則から引用すると、大多数の人々の味方をすべき。簡単な判断だけど、違うの。もちろん、ネゲントロピーで受けた教育によると、何を選んでも、私たちは当事者と同じように、その重みを感じないといけない。世界に副次的な悪は存在しない。一つの個体の死は一つの世界の死を象徴する。私は算数を教えるけど、それは道徳と不可逆的な悪行を図ることはできない。 Very true. それはそうだけど、たったの一日で本当に瞭然の策をひらめくとは思えない。瞭然じゃなくても別に関係ないでしょ。この世には様々な等価交換の方法がある。私たちはただ人に罪を背負ってほしくないだけ。へえ、あなたの言いたいことが理解できたよ。きっと老朽を捨てる可能性を考えてるんだよね。それってパニック映画でよく見る人々を連れて呪われた地を出るみたいな。やっぱり違う世界のフィクションだけど、本質的には似てるんだね。ただ白球も終末のアンカーのことを何年も研究してたし、私たちに他のアドバンテージがあったりする？それはもちろん、やってみなきゃわからないでしょ。よかった。何はともあれ、手も足も出ないよりはずっと安心だね。でもより大きなトラブルに直面する可能性もある。例えば私たちも知らない他の要因があって、また術に敵意を向けられるとか。 I mean, if we can rescue all of the people from Lokyu and bring them over to Auxia and just cut off Lokyu and let it sink into the sea of data, or actually the sea of Quanta, then it's just like a natural process. The sea of Quanta destroying just another bubble universe. It's not, it's like something that happens like all the time, so yeah. But if we like can rescue the people out of that bubble universe before it drowns in the sea of Quanta / sea of data, I would see it as a win for us. そんなの別に構わないんじゃない？夢追い人曰く、私たちは夢の中で彼らに勝ったんでしょ？それはあまり本気にしない方がいいと思う。セナ、どうなるかわからないから絶対に現実であんな風にしちゃダメだよ。白球さんが治療してくれるっていう保証はないし、それは根本的な治療法とも言えない。あ、みんなのプレッシャーを少し減らそうと思ったんだけど、ごめんね。大丈夫、まだ私がいるでしょ。少なくとも自分の交渉能力には自信があるんだけどな。 When did we actually start jumping back into the dream?Because from the sound of it, they make it sound like that, like the illness and Adina experienced only happened in a dream. It hasn't happened like in real yet, you could say.
確かに。あなたは爪を隠す政治的動物だ。もう、その表現は大げさだよ。せいぜい、普通のお隣のお姉さんだよ。You don't seem that average to me, but hey. さて、冗談はここまでにして。私たちが直面している問題は相当難しいものだよ。コラリー、ヘリア、それとセナちゃん。可能性の検証をするために、何とかして住人を一人、週末のアンカーに連れて行って。そして、あなたにはもっと重要な仕事があるの。白球さんも言ってたけど。おや、にぎやかだね。何の話をしてるの？うちも特に用事はないし、暇だからあっちに行ってみない？Shou took a sudden query through of Shenzhu's planning. It was like everything discussed before, from her expressions to her tone, had vanished. There wasn't a hint of ready to die in her at all. Shou Jack, 私たちは。あ、ごめんね。私たち3人は一度王家に戻らなきゃいけないの。親切姉さんから大事な用事で呼ばれたから。急に聞こえるかもしれないけど、彼女たちに手伝ってほしいことがあるのは本当なんだ。大事な用事？怪しい。夢追い人は一緒に行かないの？あ、実は私も。She gave Coralie a hinting glance. うん、呼ばれてない。理由はよく知らないけど、喧嘩でもしたんじゃないかな。そういうわけじゃないよ。課題を終わらせなかったことに対してのちょっとしたお仕置き。This sounds like such a bad excuse, not gonna lie. Because it would be kind of random. Or because it is kind of random, but I... ほら。親切もそう言ってるし、課題を終わらせることの方が重要な仕事でしょう。By repeating Shenzhu's seemingly casual remarks, Corey dropped the hint in a way that the others couldn't quite grasp. 待って、まさか、みんなは私に。心配しないで。別に戻ってこないわけじゃない。へえ。それは時間に注意しないとだね。万が一儀式に間に合わなかったら大変なことになるよ。うん、安心して。絶対にまた会えるから。善は急げ、早速出発しない？うん。 An attention of concealment, the departure appeared somewhat rushed. 本当に急ぎの用事みたいだね。いつもより早く歩いてる。じゃあ、うちらも行こうか。え？まあまあ、そんな真面目なことじゃないよ。琥珀街の方が騒がしいって聞いたから、何か面白いことが待ってるんじゃないかなって思って。面白いことがなかったとしても、うちはまだ琥珀街はちゃんと案内してないだろ。あんたの課題とやらはこっちの風土とも関係があるんじゃない？ Are we doing another Empress Street tour? 同じ話だよね。 Come on. あ、うん、そんなところかな。でも、それもそうだよね。今までの出来事は私の夢だったし。でも、親切姉さんたちが私をここに残したのは一体。機会があったら少弱と直接話してみるのもいいかも。違う、そういう行動は軽率にやっても何の役にも立たない。 Paying off the experiences in the dream, you decide to hold on for a while. After all, in the voluntary death scenario, the girl showed you how she preferred to spend her final momentsForcing open someone's heart only seemed to shatter their calmness rather than achieve anything. Even if it's merely a facade.
夢追い人。あんたなんか遠慮してない？ I mean, we kind of been the entire time, but yeah. え、してないよ。実はちょうどここのことをもっと知りたいと思ってたんだ。そうだ、まずは有名な老朽の銃の楽しみから始めようか。No advertising in my chat, please. おや？2だね。わかった。今日は一つ残さず案内してあげるよ。ん？待って。うち老朽の銃の楽しみの話をしたかな。Almost really get caught there with Oblin. これは琥珀街でこんな光景を見るのはいつぶりだろう。あ、いや、そもそも老朽が切り分けられた時から。琥珀街でこんな大掛かりなものを見たことなんてないよ。俺は夢の中より随分と動きが早い。へえ、老朽の住人にとって七術全員が目を覚ましたことは祝うべき大きな出来事なんだね。でもうちは一人にしか教えなかったのに、どうしてこんな。手柄を横取りしてご褒美を手に入れようとする人がいるんだね。わかり、まあ別に口出しする必要はないんじゃない。他の術にとってご機嫌取りは効かないだろうけど、うちはむしろ気に入ったよ。初めて会った時にも言ったと思うけど、うちは生活感のあるところが好きなんだ。あんたを連れて歩き回るつもりでいたし、この方がもっと賑やかだろ。着替えてる時間はないけど、できるだけバレたくないかな。特にあいつは会っただけで大騒ぎになりそうだし。Yeah, okay, then let's just get away from him, I guess. でも、ずっと同じ町で暮らしてたし、難しいんじゃないかな。その通り。難しいからこそやってみるんだ。言ったら笑われるかもしれないけど、小さい頃は有名人になりたかったんだ。だって有名になったら街中を歩き回る時に威張れるし、お金を稼ぐのも早い。Oh yeah, we do know that particular story, even though we haven't told us it yet, at least.Not outside of the dream. でも本当に有名になったら、やっぱり賑やかな場所が好きだって気づいたんだ。あ、みんなが周りをうろうろするような賑やかさじゃないよ。At this point, the chief girl took two steps forward and pointed at a bustling crowd. それもうちが学んだことなんだ。ほら、夢追い人、ここを歩いてる人たちのことは。わからないよね。確かに。そういうこと。平凡な日々こそが心を癒してくれる。こんな素敵な場所はこうしてないと楽しめないよ。そういうこともあるだろ。名声を手にしたら平凡な日々を失ってしまうってね。じゃあ何かフォローした方がいいかな。仮面を探してくるとか。そんなの不自然すぎるよ。安心して。うちも伊達に世間を渡り歩いてきたわけじゃないから、存在感を消すコツは心得てる。人前に立たない限り、そう簡単には気づかれないんだ。Why do I already expect the scene where we get caught anyway? いいなぁ。
Why do I have to walk so slow though? この時代になってもこういう曲芸をする人がいるんだ。腕がなまっちゃったのが残念だよ。昔だったらうちの腕前を見せてあげられたのに。違う違う、そんなことをしたらバレちゃうね。You get into trouble, definitely. おかしい。普段はこんなに人気じゃないのに。まさか桜でも雇ったんじゃないよね。へえ。うちの記憶力ったら。夢追い人、早くこっちに来て。一緒に選ぼう。Sure. いや、気がついたら自分が楽しんでたなんて、うちってダメだね。お客さんのあんたをもてなすのが先なのに。さ、好きなものを選んで。どうせ。せっかく老朽に来たんだから手ぶらで帰らせるわけにはいかないよ。さあさあ遠慮はしないで。夢追い人？本当に大丈夫？あの夢を見てからあんたはずっと心ここにあらずって感じだけど。ごめん、この目で老朽の破滅を見たから今でも少し怖いのかも。Wait, I forgot I should read it. In a situation like this, anyone would feel a bit off. From the divination, when Shoyoku felt her life was ending, she chose to take one last stroll down Ember Street. The situation remained stagnant, to realize Shoyoku still clung to this method as a final glance. And even though you understood her feelings from the dream, upon returning to reality, you still had to pretend to be completely unaware and unable to do anything for her. 夢の中よりも、もっと心を込めてそばにいて、後悔のないようにすることはできるけど、そんなの、何の意味があるの？今の私には、老朽の運命に干渉する能力もなければ、誰かを天秤の上に置く資格もない。でも、ただの傍観者としているのなら。Someone once had this thought about time. In fact, all time has already been spent with life merely reflecting an irreversible process that is gradually fading away. And this passing street mirrored this notion of an inevitable demise. 親切姉さんたちに何かできないかな。そういえば、今までいろんな出来事に対応してきたけど、よく考えたら老朽は私にとってまだそんなに知らない異郷なんだよね。なんて言えばいいのかな。こんなに賑やかな景色を見てると少し目が回っちゃう。うちがいるだろ。今日のうちは珍しく気前がいいからね。欲しいものがあったら遠慮はいらないよ。What are we getting? ああ、わかった。まだ師匠の話を考えてるんだよね。二度と会えないかもしれないっていう話。そんなところかな。何かを選ぼうって言われても、すぐには決められないよ。それもそうだね。好きなだけ買ってあげることもできるけど、選別の贈り物になる可能性がある以上、多かったら逆に特別感がないよね。It's fine to get it, sounds good. やっぱり小尺が決めて、あなたの好きな場所を見て回った方が、より良い旅行ガイドになるんじゃないかな。それはダメだろう。
客に付き合ってもらうわけにはいかないよ。遠慮はいらないって、少女もそう言ったでしょ。私自身の希望なら、セナたちが戻ってきてからでもいいと思うよ。その時にはもう考えがまとまってるかもしれないし。それでもいいけど。じゃあとりあえずそうしようか。師匠がまだ戻ってこないうちにいろいろ見て回ろう。うんうん、きっとすぐに戻ることはないだろうし、まずは目の前のことを楽しもう。さて次はどこに行こうかな。人生は食べる飲む遊ぶ楽しむものだから、一つずつ挑戦していこうか。あ、いやー、よく考えたら少し意気込みに欠けるかな。 I mean, isn't that true after? やっぱり名器の揚げ菓子か。味に関しては本当に一途だね。ん？ドリブル？お前たち割り込むな。しし。Before you can continue on with that part about like exploring the street, I'm gonna do a short toilet break, so I'm gonna be right back. And I'm back. Let's continue. And yeah, we're not gonna steal your food, do you, Nick? We're gonna get home. こうなるとは思わなかったよ。お菓子を食べるだけなのにそんなに驚くか。でもここで Wait, why? Senna and Heli are in the background there. そりゃそうだろう。無駄話ばかりだな。 Carly as well. あれ、セナたち。ごめん、ここはうるさいからちょっと離れたところで受信するね。受信？ああ、オーカからの？うん、わかった。一人で並ぶからちょうどあんたに適当に見て回ってもらおうかと思ってたんだ。すぐに戻ってくるから大丈夫だよ。少女と一緒にいるのも別に悪くないし。もう遠慮しないでよ、早く行って。あ、うん。おーい、夢追い人、じゃあね。あ、またね。Shao is acting even weirder now. She's already been acting like off in the dream before, but she's like acting way weirder now right now. 結局ついてきてくれる人は一人もいないね。七術全員が目を覚ましたのって彼らにとっては本当に大きな出来事なんだね。コラリー、比較的損は少ないけど、実際ここを故郷だと思ってる人にとって人は守れても場所を失うのは簡単に受け入れられない提案だと思うよ。仕方ない。ここでの恐怖の特殊性を考えると、私たちは捉えどころがない噂で交渉するしかない。夢追い人？どうしてここにいるの？同じことを聞こうと思ってた。なんて言えばいいかな、夢の中の状況と大して変わらないみたい。なるほど、少女と一緒にあちこち見て回って隙を見つけてこっそりこっちに来たんだね。私たちも老朽にいるほとんどの人がここに集まってるとは思わなかったよ。It's quite more festive than in the dream here, though. つまり、セナたちはここで人を探してるってこと？うん。でも見ての通り、まだ何の進展もない。それと、親切曰く、住人たちを移す方法を実現できたとしても、大岡市民に与えうる影響を考えると、データ研究所はすぐには動けないんだって。
何せ影の荒波の中で桜花がどう生き残るとか、今後影の剣能が桜花を侵食しないようにする方法とか、どちらもすぐには解決案を出せない状況だから。それに老朽の住人はそう多くないけど、桜花に彼らが暮らす場所を作るなら、競技場くらいの大きさでも決して簡単なことじゃない。That could be quite troublesome, yeah. 確かに現実的な問題だらけだね。でも個人的な考えだけど、七術がいなかったら、老朽のみんなの努力がなかったら、今の桜花はそもそも存在してないと思う。どんなに倒しても悪魔は異なる時代に異なる形で再び現れる。私たちの目の前にあるのは定めのない未来のみ。未来のことはまた未来で話そう。ユウン先生は昔そんな話をしてた。なんだかそれってただある仕事を引き延ばそうとしてるように聞こえるけど。OK。 要点はそこじゃないと思うよ。確かにあまり本題からそれない方がいい。夢追い人、さっき親切姉さんと話したんだけど、少女はどう見ても自分が犠牲になることを選ぶような人じゃないの。 But she kind of does. Actually, it's like really going along with it for whatever reason. でも、あなたがあんな未来を夢で見たということは、老朽の真相には私たちがまだ明らかにできていない部分があるはずだよ。Well, definitely. それって、本当の彼女は私たちが知ってる彼女と全然違うかもしれないってこと？Well, we did have that like very first encounter of Shohaku, which the one we are running around with doesn't even remember that we had that encounter with her, who acted quite differently, I would say. 話せない事情があるっていう可能性も否めない。それに術が常識を超えた人たちばかりだとしても、どうして一人を殺すことで世界を救えるのか、それ自体がおかしいと思わない？And I think it most likely has something to do with the, like, the ritual they did back then. とにかく、トロッコ問題の中では、あなたがどの立場にいたとしても、自ら死を選ぶ人は救えない。だから、まだ時間があるうちに何か聞き出してみて。こっちは他の方法を試してみる。でも私たちのプランがどれだけ完璧だったとしても重要。じゃあもし彼女の考えを変えられなかったら、そもそも彼女の考えすらわからなかったとしたら、何しろ彼女は欺瞞の術だしね。それならこの時間を使ってちゃんと彼女に別れを告げて。コラリー、 I mean it would be a sad truth, but コラリー is kind of right here. そうだ、何か聞き出してっていうのは、もしかしたら彼女の決断に干渉するためじゃなくて、あなた自身がどう決断するかを考えるためなのかもしれない。だって、もういい。そこまで細かく説明する必要はない。コラリーってば、どうしていつもあと一歩っていうところで急に恥ずかしがるの？
とにかく夢追い人、まずはあなたのやり方で彼女のそばにいて。たとえ、うん、縁起の悪いことはやめよう。とにかくなるべく彼女から離れないで。Like, we already did though, and she did act kind of weird. So, yeah. 証拠のない勘だけど、なんとなく感じるんだ。どんな決心を抱いたとしても、その瞬間がやってきたとき、彼女はやっぱり怖いと思う。わかった。じゃあまた後で。その時お互いにいい情報があるといいんだけどね。うん、そうなるって願ってるよ。それもそうか。もともと運命を共にするような関係だし。うちもバカだね。どう考えてもあんたのは。じゃあね、ドニグル。Hmm. What did they chat about? ドニグルはもう行くの？まあ、あいつはうちとあまり変わらないんだ。気ままに動くからね。それに、リトストおじさんのこと以外は素直じゃないんだ。まあまあ、この話は置いておいて。早く食べてみて。Oh.I got a repeat of that, this one, just with her usual outfit. Ariane, for a few differences, you'd think you were still dreaming. Your expression, your gesture, and even the taste of the pastry all felt so familiar. But those memories were separate from the reality by death, or rather, the end of the world. Here, the compliment echoed in your mind. こういう脂っこくてサクサクしたお菓子が好きなんだ。嘘、全然そう見えなかったよ。だいぶ改良を重ねてきたけど、老舗のものだし脂っこくて甘いから若者にあまり好かれてないんだ。うちは昔苦労してて、脂っこくて甘いものはめったに食べられなかったから、こういうのが気に入ってる。さっきはあんな風に振る舞ってたけど、本当はあんたが嫌なんじゃないかなって心配してたんだ。あ、別にわざと美味しくないところに連れてきたわけじゃないよ。これも老朽らしい食べ物だからね。食べ慣れ、気に入ってるから大丈夫。でも少爵、それよりずっと気になってたんだけど、少爵はいつも昔の暮らしを懐かしんでるみたい。しかもその日々は術とはあんまり関係がないように見える。私の気のせいかもしれないけど、もしかしてあなたは術になることを望んでなかったの？ It was a genuine question tinged with cautious curiosity. なぜかいつも物語の登場人物を思い出しちゃうんだ。地位と富を手に入れたのに、結局普通の生活を望むようになるっていう人物を。はいはい、うちは違うよ。後のことはさておき、100年前のあの頃は術という肩書きだけで職には困らなかったし、名を馳せることもできた。選べるならみんな術になりたいに決まってる。I'm not sure if I actually would want to be a shrew, to be honest. But of course, you seem to have to deal with a lot of trouble. Oh, うちが生活感の話ばかりしてたから誤解させたんだね。でもそれは別に矛盾してないよ。他人の普通の暮らしを見るのは好きだけど、もし有名人やお金持ちになれるなら、誰だって楽に暮らしたいだろ。あんたは違うの？でも今考えてみると、術になることは
利点ばかりじゃない。そうだよね、アストラルリングの制限以外にも術という肩書きは大きな責任を意味する。あ、そういえばまだ小弱のアストラルリングにどんな制限があるのかよく知らないね。白球さんがこう話してたということは。Before the sentence could be finished, Shaku interrupted. もちろんだよ。利点しかないことなんてあるわけないだろ。あんたの質問だけど、自分では術の力を使えない。それがアストラルリングがうちに与えた制限だよ。だから欺瞞って呼ばれるんだ。でもその話はよく考えてみて。もしうちが普通の人間だったら、とっくに年を取って病気で死んでるかもしれないだろ。まあそうとは限らないかも。うちもスカダーおじさんから何かを教えてもらってたら、あんたはシワだらけの少女に会えるかもね。そうしたら本当に少女おばあちゃんになっちゃう。とにかくうちはとっくに納得してる。何年も前から一日でも多く生きてるだけで儲けたみたいに思ってる。Kind of surprising answer, but respectful one. I can respect that. For some reason, there seemed to be a hint of comfort in her tone, yet. Dance to life's drumbeat, sing with glee, love a death's sweet melody. Even the most profound serenity of the sage might hide deeper sadness beyond the reach of the ordinary. So-この話はこれ以上しても面白くないし、お腹を満たしたら他の場所に行ってみようか。お菓子はいつでも食べられるけど、面白いものは今しかないんだ。Where are we headed next? みんな、真夜中の花火まで。あと半時もないよ。へえ、今日はちゃんとした花火があるんだ。半時もない。師匠が戻ってくるよりも早いかもね。なんだろう、なんだか賑やかだね。ん？ Is it a card game or...何か珍しいものがあると思ったのに。We were naturally young from years of living on the streets, the girls slid into the bustling crowd. The stores lining the road seemed mundane, peddling just everyday wares. However, they drew many curious onlookers. With the current ambience, not everything needed to carry a weighty significance.For most, simply idling away time was a way of attaining bliss. でもまあ、せっかく来たんだし。店長、店長、お願い、あっちの。あ、待って。夢追い人、あんたも見てみない？私？ Join in on what? Welcome back. ちょっとしたお遊びだよ。うちがどれを狙ってるか当ててみて。正解したらあんたにあげる。Huh? Everything seemed to be going smoother than in the dream, yet something seemed a bit off. After the prophetic dream, the shoe's anticipated perception's moves. Could the increased situation have subtly shifted, allowing them to find other solutions? Amidst all of this, Shrek's vitality didn't look like forced optimism.Everything nearby seemed to contrast with the dream, a reflection of the changing situation. Hair chewing hour? Why that? The livelier streets, friendlier relationships, clearer situations, and the state that wasn't so... Wait. Selma? Where did she come from?
Given the nature of the celebration here, it should have stirred up quite a scene. Yet the crowd dispersed silently, like puppets without strings. それは本当に大したことないから。こんなに早く来るとは。あかり姉さんが先に来ると思ってたんだけど。は？This was truly perplexing. 夢追い人。ちょっとセルマと二人きりにしてもらえない？お願いだよ。その、なんで言えばいいかな。ちょっとカッコ悪いところをあんまり見せたくないんだ。I really seem to get ugly now, I'm not gonna lie. カッコ悪いところってどういう意味？A foreboding possibility flashed through your mind. 私の観察によると原理は不明で、ただの自暴自棄の妄想かもしれないが、ルイジの義とは、少なくとも術が影の脈絡を全て少弱の体内に送り込む必要がある。Perhaps it's not just Baiji you can perform the Rite of Tears. So long as one can manipulate the threads of shadow, does that mean any Shu can? さて。すぐに終わるから隠れる必要はないわ。I feel more like, I guess, every Shu has passed a power on to Shuaku first. Because, like, perception said that all the shadows should be, like, contained in, like, what was the proper wording? No, that's not it. So it could be some other Shu. Yeah, Shu to infuse all the shadows into her body, and since each of the Shus has like their own shadows they are like controlling, it might be that they're like passing them onto Shaku in some way. 質問は一つだけよ、スズメちゃん。脈球の計画なんて一旦置いておいて、あなたは生きたいの？それとも死にたいの？うん。それは他に方法がないから。私が聞いてるのはどうするべきではなく、あなたがどうしたいかなのよ。I feel like Telema is also not that happy about having to cut her off. When she's asking that in particular in like that tone and like, yeah, that forcefully you could say. じゃあ、やっぱりこのまま死んだ方がいいかな。ねえ、少女くん。へえ、つまらないわね。セルマ、別に聞きたいことなんてないわ。今日は機嫌がいいからベッドに自分で決めてもらおうと思っただけよ。I like Telema. 彼女がそうしたいなら別に構わないわ。どうせ白球がその判断を下すわけだし。She's actually implying that she would have helped her if she would have decided to keep like on living. じゃあ、もしもう片方を選んだら、誰も私のペットにやりたくないことを強要できないわ。分かってるわよね、
私はもう言ったはずよ。下僕になれば、私自身が存在しなくなるまで誰にも傷つけさせないって。For some reason, just really happy that she's saying that. Not gonna lie. ないかがこの老朽だとしても、私は気にしないわ。でも、あなたがもう決断したのなら、さっき言ったように、私は別に構わないわ。ただのペットよ。私が欲しいと思えば、いくらでも手に入るもの。ああ、そうだ。あの夢は本当よ。セラペアムが私を連れてここに来たの。享楽の道は確かに終わりを迎えた。でもそれがどうしたというの？体の不自由な患者みたいに結合の力がないと歩けなくても、私は全てを支配できるわ。もちろんあなたたちに同情してもらうつもりでこの話をしたわけじゃない。ただあなたたちが自分を騙してる姿があまりにも滑稽だと思っただけよ。うん。スズメちゃん、後悔するならまだ間に合うわよ。聞こえなかった？助けてほしいならまだ間に合うって言ったのよ。少女くん、まさか本当に？セルマ様、どうしたの？念のため最後にもう一度そう呼ばせて。とにかくありがとう。あらかね。まあまあ。Where did you turn it on? Come on. ごめんね、夢追い人。あんたが知ってるのを知らないふりをしようとしてたんだ。欺瞞の術のくせに。結局うちは誰も騙せなかったね。あ、誤解しないで。うちはそういうつもりじゃなかったんだ。何でも口にしたら楽しく街を見て回れないだろ。それにあんたたちは内緒であんなに長く相談してたし、たまにこっちをチラチラ見てくるから誰だって盗み聞きしたくなるよ。Well, about it. Yeah. I can't really blame her for you stopping if they do all like that, not gonna lie.残念だけど、私はやっぱり間違えてたみたいだね。ルイジュの儀はもともと待たなくても今この瞬間も行われてる。それにあなたは夢の中と同じように白球さんと同じことを考えてた。 Sorry, I was stupid. Wait, just a second. Today, I don't need to keep my door closed, so my room won't get that hot. Ah, a little better. Alrighty, immediately better when it comes to like the temperature in my room. そして私たちが今経験していること自体が、あなたが自分のために計画した
最後の旅。そうだよね。In other words, while traveling around with a flawless chief of facade, Shohaku was constantly waiting for a close friend, perhaps even to Unique, to come and end her life. わざわざ言わないでよ。さすがのうちでも怖いんだ。でも、それなら、少女君、私が黙ってたのは、自分には老朽の人たちの選択に干渉する資格なんてないって思ったから。でも、どうしてコラリーがあんなことを言ったのか、今ならわかる気がする。彼女たちが私をここに残したのは、少女と話すことで私自身の考えを確かめてほしいから。つまり、一人の桜花人として私が何があっても少女を放っておけないかどうかってこと。今、コラリ、ヘリア、セナ、それに親切姉さん、彼女たちも他の方法を探してる。だから少女、どうしてそんなことをするのか教えてくれる。私は少女が死を覚悟するような人間だとは思えない。それはうち一人と引き換えに老朽全体を救えるならどう見ても損はないだろう。 Why would that be a guaranteed win? I don't get it. さっきセルマに話した答えをもう一度私に話すつもり？そんなことを聞かれるとうちにもあったんじゃないかな。愛すべき英雄的なおとぎ話のような黄金の使用に書き留めるべき過去が。少女くん、もうやめてよ。うちが必ず死ぬみたいに言わないで。100年前だってうちは無事だっただろ。あんたも夢に見て知ってるんだよね。最初からうちのアストラルリングは他の術に殺されるっていう機能しか持ってない。つまり老朽のあらゆる影を最初の状態に戻して一緒に死ぬって感じかな。とにかくこれもうちが死なないって決めて解決できるようなことじゃない。ルイジュの義の鍵は他の術の行動にあるんだ。うちという供物の選択はあまり関係ないんだよ。Yeah, but in like the case of Telema right now, your choice could have influenced hers. Idiot. 自分の生死が他人によって決まるなら、いっそのことを思い切り遊んだ方がいいだろ。災いからは逃れられないわけだし。The answer was far from being truly sincere, but for now, there's not much you can do. セルマは自分の考えを示したけど、もし他の人たちもここに来たら。それはないよ。いくらあかり姉さんでも彼女たちに免じて花火くらい見せてくれるはずだよ。厚かましいことを言うとうちは体の半分が土の中に埋まってるみたいなものだから、もう少し付き合って。さっきみたいにね。そこまで言われたら確かに焦る必要はないね。後のことは後でいい。今は少女のしたいことをしよう。ありがとう。さあさあ、これ以上もたもたしたら何も間に合わなくなっちゃうよ。What's next?
雪のように白い手を僕の肩に置き、気楽に生きようを茂る草のように糸を、若くて愚かだった僕は涙あふれそう。今にぴったりだね。おかしいな。この辺りは前ほど賑やかじゃないね。そこの二人、どうしてまだいるんだ？え？ Bicycle Timekeeper。 二人とも早く行った方がいい。もうすぐ花火が始まるんだ。ここにいたら何も見えないよ。あ、yeah, that's fine。夢追い人、うちらもいい場所を見つけないと。もうまだまだ時間はあるのに、うちよりも大げさなんだから。でもちょっと休みたいのも本当だね。革靴は走り回るのに向いてないんだ。With that being said,The long day was finally winding down. Everyone's eyes were fixed on the darkening sky, waiting for something to ascend and explode. In the dream, it was the amorphous phase which had been brewing for a century that burst forth. By here, it would be just be fireworks, a symbol of peace and joy. 少なくとも、今はそう見える。でも、少弱にはあんな結末しかないの。Still, Shoku seemed determined, masking her inner turmoil with her usual energy. When things got tough, it was common for people to push away those trying to help as they started to feel overwhelmed. Perhaps deep down, they knew that things didn't quite add up. Only, whether it was her identity as one of the Seven Shoes or the authority of the Shadows, none of it made sense, and the consequences of defying the Rite of Tears couldn't be any clearer. But if that's彼女は夢追い人。物語を聞くのは好き？ここで物語を聞かせるの？ Worry about the past? みんなはこう言うだろう。思い出は頼りにならない小動物だって。何かが足りないと感じた時、それはその場で作り出して空白を慎重に埋めるんだ。だからうちもさ、後世に伝わるように自分のことを物語にしようと思ったんだけど、うちにそういう才能がないからかな。こんなに一緒に散歩して美味しいものや面白いものを体験したのに、何も思い浮かばなかった。何年もペテン師としてやってきたのに。でも、どうして物語を作らないといけないの？ If we do need a good con artist, we just would have to ask Will Wee. She's quite good at being a con artist, not gonna lie. 私たちが知り合って、一日しか経ってないからとか？いや、そういうわけじゃないんだけど、なんて言えばいいのかな。多少なりともあんたの考えがわかるから。きっと彼女には知られてない事情があって、そうせざるを得ないんだ。彼女は平凡で臆病に見えるけど、もしかしたら本当は尊敬に値する存在なのかもしれない。何？驚いてるの？うちは何年も世間を渡り歩いてきたんだよ。それってつまり、私の考えに応えて予想通りの印象を残すために
作り話をしないといけないってこと？だってうちには大義のためにみたいなものはないからね。うちに言わせるならまさにいい機会だよ。ここは意味深長に自分の人生哲学を語って、あ、この人はすごい人だなって思わせるべきだ。このまま死んだとしても、他の人たちはこの話を通してうちを覚えてくれるし、話のネタにうちの経歴を使ったりすることもできる。でもうちには語るに値する過去も、自慢できる品の良さも、見せびらかすほどの実力もない。本気で言うとね、ほらあそこにいる通行人の方がうちよりよっぽど聞く価値があると思うんだ。通行人？そうだよ、娘を連れてるあそこの父親を見て。うちが彼だったらこう話せるだろ。ところで一つ聞きたいことがあるんだけど、あんたの夢の中でうちは本当に死んだの？どんな感じだった？余裕があって、大義のためにきっぱりとした態度をしていて、すごそうに見えた？うん、でも、え、本当に？うちが？嘘じゃないよね？ああ、邪魔するつもりじゃないんだ。ただ、すっごく驚いたから。それで、そのデモの続きは？でも、あなたは自分の思うままに死ぬことはできなかった。自身の立場を利用した核が他の術を全員殺したの。そして核を止める方法を失った結果、老朽はそのまま滅びてしまったんだ。え、そんな、はあ、やっとわかったよ。目覚めてからずっと申し訳なさそうな目でうちを見てたのはそういうことだったんだね。うちに言わせたら、うちらはみんな普通の人間な。できないことは本当にできっこない。生きてるなら運命を受け入れないと。悩みすぎたらつまらないよ。正直に言うと笑われちゃうかもしれないけど、さっきセルマが来た時、うちは平然としてるように見えてただろ。本当はびっくりして気を失うほど怖かったんだ。その前には全然怖くないって思ってたのにね。でもうちが欺瞞の術だからかな。あんなに怖かったのに怪物は全然出てこなかった。でもどうしてセルマの提案を断ったの？彼女は少爵を助けようとしたんでしょ？釣り合わないとしても一応うちだって術なんだよ。それに、なんて言えばいいのかな、彼女とセラがうちを助けてくれたとしても、多分師匠自らが手を下すだろうね。どうせそうなるのに逃亡劇なんてやってみせたら、さすがに面目ないよ。それよりうちに関することなんだけど、他に夢で見たことはない？他に、あの時少爵は小さい頃の孤児院での出来事を教えてくれたよ。そして桜花に戻ったら少爵に関する記録を変えて、もっと好かれるようにしてほしいって言われたんだ。へえ、面白いね。それで何か結論は出た？例えば今あんたが戻ったら桜花の人たちに何て言うの？
正直に言うと、わからない。でも、少爵がそう望むなら、できるだけ訂正してみるよ。あの欺瞞の術は、あまり嘘つきには見えないってね。え？いやいや、それはやめて。But it would be accurate. 夢追い人、実はあんたがこう思ってることを知ってるんだ。なんと言っても伝説の人物だから。今はこんな姿を見せてるけど、いつかは本気を出すだろう。でもうちはあんたをがっかりさせるかもしれないね。あんたが見て聞いて夢で目にしたように、嘘つきならまだしも、本当にうちは何者でもない。 Before speaking again, Shoku paused for a long time. Despite resolving to accept her death, saying these words seemed to take a lot of courage. この話をするのは少し意気地なしだけど、うちが最初に各地を渡り歩いた頃は今と全然違ってたんだ。当時のうちは自信満々で、すごい人物になるって決めてたの。そうしたら故郷に錦を飾って、あの孤児院に戻って思いっきり見せびらかすってね。結局どう頑張ってもうまくできないことが世の中にはたくさんあるって。別に笑ってもいいよ。孤児院から出てすごく時間が経ってるのに、うちは盗みもできなかったから、食べ物が手に入らない時はお腹を空かせたままでいた。それでもうちはすぐに納得したよ。大半の人がうちと同じだったからね。だから考えを変えたんだ。実力がなくても大丈夫、人に好かれていい人になるのもありじゃないかなって。その結果悔しい思いをたくさんした。いいことはほとんどないのに、人に甘く見られてた。And now it has become a sacrificial pawn. いい人になる才能もなければ、悪人になる実力もない。いろいろ考えた結果、うちは嘘つきにしかなれないって思ったんだ。でもうちは無名で、誰も言うことを信じてくれなかった。だから名の知れた占い師のふりをして、うちと同じように見る目がない一般人を騙すしかなかったの。この少爵って本名じゃないんだ。もううちは孤児院で育ったんだよ。かっこいい本名なんてあると思う？マリア、古臭い名前だろ。それにフェニックス州とも関係がない名前を使ったら、誰がうちに占いを依頼するの？So it's actually called Maria. それもそうだね。そうだろ？少爵先生なら全然違う。金髪壁眼でも仙人らしい姿として通じるんだ。でもまさか不義な商売をしてたことがきっかけになって師匠に出会えて、術の肩書きも手に入れた。ふん、うちがここまで来られたのは全部師匠のおかげ。師匠がそれを回収するって言うなら文句なんて言えないだろ。でもいざという時になったら、うちは誰よりも先に逃げるかもしれない。金に目がなく死を恐れるっていうのはまさにうちなんじゃないかな。ただ本当はすごく怖いけど、メンツが潰れるのも嫌なんだ。夢追い人、みんなはそんなに正直には話さないけど、うちを知ってる人が桜花に伝わる記録を書いたとしたら、多分全然違う内容になってたかもね。何の役にも立たない、ペテン師すら務まらない。たまに誰かに好かれたとしても根気がない。正直に言うと、自分の命よりもその方が怖いのかも。うちはもともと
みんなに七術の中で一番の役立たずって思われてるし、こういう時にちゃんと力にならないと、今後どんな顔で今みたいに。うちが本当に逃げたら、琥珀街のこの景色もそもそも存在しないだろうね。ほら、そういうことだよ。結局のところ、お金も命もメンツには勝てない。どうせ老朽を助ける方法は他にない。その時に決心して目を閉じれば、うちは何者でもない何かじゃなくなる。本当の意味で歴史に名を残して、すごい人物になれるんだ。そうすれば、あんたも少爵の友達として背筋をピンと伸ばして思い切り自慢できるだろ。その時にはもううちはわからないかもしれないけど、きっとあの世で知るはずだよ。そうだよね。Contradictory and illogical confessions. But even so. Don't I have a brave, beautiful, even unreal past written on the golden leaf? Remarkable deeds didn't always require remarkable individuals, but it was a shock to find Shuaku, the crux of the sacrifice, harboring such an audacious, even absurd, motive. Yet when someone tried to argue against this absurdity, they had to admit, most people, in this time and place, would likely make the same decision. And I'd use similarly absurd reasoning. Demo. At an utterly inappropriate moment, the first fireworks exploded in the distant sky, igniting jeers from the crowd. Then... じゃあね、夢追い人。あんたを守れたこと。うちも誇りに思ってるよ。She left. And we're tracing back all the steps we made along the Amber Street, as it looks like. An unsigned greeting card. Pasted on the front of the greeting card is a cutout story. Thank you, Bedtime Story Volume 5, Princess of Stars. Hey there, Akihiro Kiho. Welcome to chat. In a boundless sky was a mysterious kingdom that belonged only to the stars. One night when all stars were gathered, a dazzling white star told the stars that she had always wished for. Okay, Riko. Starlight can do more than adorn the night sky. I want to get to the Earth, to help the humans who live there. The stars objected. A noble prince, you're just one star, but there are millions of humans. How can a single starlight up the wishes of millions of humans? That was when the black star came to the princess, it whispered. My dear little princess, since you cannot help millions of humans, help one instead. At least in that human sky, you will be the one light. Thank you, Riko. And yeah, purple is my favorite color, so... yeah, that's why that's the one going on.
At the suggestion of the Black Star, the White Star left the ground in the night sky and snuck onto the earth while the girl was wishing. The girl was amazed. She gazed at the stone, which shimmered faintly and bleated hopefully. If really are the star, please give me some more time. I haven't figured out my wish yet. The White Star smiled. It's okay. I'm the star that came for you. When you figure out your wish, come back here and call my name. And so time elapsed until a guest knocked on the girl's door. What are you hesitating for? Just make a wish for more wishes and you won't have to live in this shack from hand to mouth. The guest home was different from before, but the girl recognized such a bright light. It was the star she had met the night before. But why did it leave the appointed place? If it did, would it ever return to the sky? The guest saw the girl's hesitation and explained patiently. My dear girl, please believe that I came for you. To be the only light in your sky is what I should do the most. Even with much confusion, the girl arrived at the promised place the next day. But instead of following the advice of a guest, she merely wished for a sumptuous dinner. Was that enough? Perhaps out of misgivings or perhaps out of kindness, the White Star slowed her return to the sky. As a result, she heard the girl's true wish. If dying is turning into a star, how can I let my sister live for me again? I want my sister to fly to the happiest place and become a star that shines only for herself. The next morning, the girl saw a dreamlike scene. The girl in white, whose face resembled her departed sister, was walking towards the cabin and holding a flower with the morning dew on them. I think I really like my model, and well, it was somewhat expensive. I paid around 1,300 euros for it, so yeah. The back of the greeting card recorded the following. Sorry, I know cliffhangers suck, but you heard from me in the dream that the Black Star could use better scenes. To summarize, it stole the White Star's princess crown and did evil in her name, yet the White Star was given undying light thanks to the girl's true wish and return to the night sky. After accompanying the girl for her lifetime, the Black Star, whose scheme was exposed, was ultimately banished by the stars and turned into a real stone. Huh, serves it right. The thing is, I only included the first half of the story so that you won't think the crown is tainted with the Black Star's evil faults. It's not. It's a bona fide crown of the Princess of Stars, although the Black Star stole it. Anyway, since I've decided to give the crown again in reality, I need to put more thought into it. Oh, well, it's nice that you offer it, but please keep to my chat rules and don't advertise yourself. Thank you very much. You didn't want to consider why such a present was delivered at first, but suddenly appeared now. You simply chased after Shogus desperately until the fireworks ended and the crowd dispersed. Just kidding, I would set things right. Hence, this person could undoubtedly be labeled as the antagonist. In the same role, Shoyaku stepped back into her abruptly ended childhood performance. The sky darkened, like the stage plunged into darkness during a blackout. She was selfish and cowardly, unable to justify a sacrifice, no matter how noble the act was. Thus, attributing a selfless act to her own selfishness might be her only excuse. Her deceit wasn't all that sophisticated, especially when she tried to deceive herself. In a quiet, secluded spot away from the bustling light, someone walked with deliberate steps. His strides were measured, not hurried. Whether they knew them or not, people would always perceive someone with such composure as calm. Yet, what he was about to do was anything but calm. In fact, it was quite the opposite. To eliminate calamity, he must first become someone's calamity. Hmm? その程度か。And now we're doing a slow walk with Baiji up to Shoraku.
You're walking straight back to the anger, huh? Yep. Sōdai, Shinshoku, Kuchi hatete, Saigo wa Hōkai suru. Unmei toyu mono wa tsune ni sou da. Kimi wa Shōjaku sensei ka na? Naruhodo.お墓の風水を見てほしいんだね。は？二刀寺さん、触ってもいい？噛まれるのが怖くないのなら。この脱臼め！地頭馬さん、さっき貸してくれたものは何？勝手にリンゴを切ってくれるなんて。果物ナイフよ。全自動だけどね。小尺お姉ちゃん、これは何の本？これは恋愛…あ、待って、あんたはまだ子供だから読んじゃダメだよ。師匠、さっきの技はどうだった？構えが違う、度胸が足りない。苦血も即座に作ったものだ。小尺、この数日間…師匠、もうやめて。今から練習するから。自身の恐怖から生まれる一層か。無駄だ。At least she has like this cool outfit on again. I really like this one. It's not a golden leaf. この葉っぱは私に寄り添いに来てくれたの? For some reason, she threw off her usual energy at this moment. それもそうだね。あんたは喋れない。大丈夫。できることなら私もあんたのようになりたかった。風に吹かれる葉として世界の外のどこにでも飛んでいく。例えば果てしない青い海、太陽に照らされた熱い砂漠、緑の絨毯のような草原、あるいは古い写真帳の最後の1ページ。でもあんたを育てた大樹が根を張る前の世界は確かに写真帳に描かれてたみたいに広かった。あの頃の海はまだ今の人たちの言うデータの海じゃなかった。葉っぱも花と同じようにいろんな色を持ってた。I'm sure if I'm reading too much into this, but if the Sea of Data wasn't called the Sea of Data before, then was it enormous Sea of Quanta before? What is she exactly meaning here? そして私は… It's such a weird random detail for her to say at this moment. あんたが緑色になって枝を埋め尽くす時が一番好きなんだ。だってその季節になれば洗濯の時に手が凍ることもなければ、残り飯がすぐに冷めることもない。いじめられたら隠れる場所があって、あんたを使って曲を奏でることもできる。そう考えるとあんたこそが一番長くそばにいてくれた友達だね。
だからあんたは多分、うん、きっと見たんだよね。停電した後、お姫様の衣装を着た女の子はそのまますぐ孤児院から逃げ出さなかった。彼女は停電していた間にあることをしたんだ。とてもとても悪いことをね。お、彼女は自分をいじめたやつの寝床に足跡を残した。さらにゴミ箱の中身をその上に思い切りぶちまけたんだ。最後には彼らが独り占めしてたお菓子を全部盗んだ。彼女には本当に停電の原因がわからない。もしかしたらパンのジャムを塗った面が急に地面に落ちてしまったように、ただた、それでも彼女はそうしたかった。そうだよね。だって彼女が演じた役は黒の星なんだから。そうだね。ここも舞台と言えるかもしれない。老宮の中心にあってみんなに見上げられる。そしてマリアという名の女の子がいる。こんなに時間が経ったのにまだ覚えてるなんて。Okay, it's kind of weird if they like saying you're not using auto play and you don't know when to continue or not. Assuming a flea, Shoyaku showed as their eyes met. Fear washed over her body in an almost imperceptible tremor. Sumanai. Jama wo shite shimatta ne.君の新しい友人、彼女たちはいないんだね。うん、違うところを案内するようにセラにお願いしたから、彼女たちはしばらく来ないよ。でも夢追い人は夢でこの光景を見たっていうし、彼女がここを見つけるのも時間の問題かな。Silence hung between them both. It's so fragile and easily scattered by a single word, yet it's as weighty as a stone, and a thousand words are unable to alter its core. さっきの君の花歌は星のお姫様だったね。どうしてわかるの？一族の若者がその物語を気に入っていたんだ。影の呪いが爆発的に広がっていた時も、それは彼らが寝る前に聞く物語になった。内容が気になって私もそれを改変した演目を見たんだが、人気の理由が理解できたよ。たとえ物語の最後に黒の星が受けるべき罰から逃げ、白の星も人類の死とともに沈黙してしまったとしても、人間も空の星と変わらない。暗い時もあれば明るい時もある。しかし君が放った光は確かに白の星と同じように少しの汚れもなかった。うちが演じたのは悪いことをしまくる黒の星だよ。白の星に勝てるわけないだろ。こんな時にまで君は自分の心を欺瞞するつもりか、少女。私。He remembered Choco's face when she first faced this anchor.It was after a debate that could have ended her life.
for a fleeting act of kindness, or perhaps a lingering joy. Ajita's analysis gave him time to rethink. A century ago, he didn't jump to use the forbidden power on her. None of them did. The Seven Shrews claimed her unforgivable evil and gave room for reflection. Creating what the people of Oxa hailed for a century is a great act of kindness. So when Shoaku discovered that her life's countdown timer had reset, giving her another century to live, she slipped into the shoes of Deception's new act without hesitation. She painted herself with a facade of joy, pride, and hope, clumsily feigning the elation that follows a false alarm, and happiness she couldn't generally muster. She tried to ease the guilt of the other six shoes, including Litost. And Baishi, of course, saw through it all. Now reflected in her wild eyes, Baishi glimpsed not himself but a dense fear. It was like an impending tidal wave crashing down upon everything. Yet he continued to wait for a moment. He couldn't wait for any more. Despite his efforts, time slipped away, robbing her of even a glimpse of peace. Beyond the role of her master, he also symbolized her closure. Shisho. Arigato. Shiro no hoshi mo kuro no hoshi mo. Jibun tachi ga eranda unmei to mukiawanai to ikenai. So da yo ne. わかってるんだ。老朽と七術にとって私は確かに近くにいて二度と現れない希望だって。この百年の間、術の誰もが確実に希望をつかむために私を処刑するものになれるはずだった。なのに結果、誰もそうしなかった。まずはリトおじさんが老朽を出ろって私を説得してくれた。それからみんなが眠って危機が訪れる時間を稼いでくれた。そして危機が目の前に迫ってる今、セラの助けがないと行動もままならないのに、セルマは私に刃を向けることを拒んだ。正直に言うと、みんながこんなに私のことを好きになってくれてすごく嬉しいんだ。何者でもない、何も持ってない嘘つきでも、欺瞞することで夢見てた真実を本当に手に入れられた。だからだから七術の頭として、私の師匠として、あんたは唯一の例外にならないといけない。曖昧な可能性のために手元にある確かな希望を捨てるそうするのはバカだけだよ。 On this path that was laid a century ago, while she always walked ahead of everyone else, does he glimpse the end of the road long before anyone else? There lay a chasm that severed the world's fate. A life's fragrance dissipated.And death's shadow reigned supreme. There was no choice, no turning back. Peering down, all one saw was an illusionary light and the sinister omens it harbored. よく言ってくれた。ここに来たのは、まさにこの手で小弱の命を絶つためだ。師匠、これが終わったら全てが良くなるんだよね。ああ、約束しよう。
じゃうの？平気平気、師匠は私を可愛がってくれてるから、きっと痛くない、すぐに終わるはずだから。怖がらないで、もう終わったんだ。師匠。どうやら結局は私も愚者だったようだ。100年前もそうだったし、今も変わらない。At a moment's pause, Banshee helped Rock her up, finally calming her from the lingering fear. Come. Shoujak. Ayamaru beki mono wa. Watashi da. Yakukyu ga okashita ayamachi o kazoetara, ichinichi kakete mo kazoe kirenai daro. Kare ga okonatta zenkou mo.所詮その悪事を隠すためのものでしかない。白球の人生の中にあった正しいことは一つだけだ。それは偶然にも少し前に繰り返された。おかげで彼は長い年月の中で失われたある感情を取り戻せたんだ。少弱を残すことに悔いなど何もない。師匠。少弱、老朽の代わりに選択をした以上、私はこの後に及んでという言葉を自分の言い訳にしたくない。今人々の目の前にあるのは永久の奥にある幻に近い光しかないと私たち。わからないよ、師匠。やはり君は君なんだね、少弱。ああ、別に笑っているつもりはない。例を挙げよう。夢追い人が予見した未来の中で勝利を確信した核はなぜ無意味なリスクを冒してまで私たちを殺そうとしたと思う。あと10年待てば奴にとって何の困難もないだろう。え、そ、あの未来の中で影の本体としての奴が恐れていたのはおそらく影の規則だ。つまり投下交換と夢中醤油だよ。Look at that, it's really hard listening to Baiji with all the carving and everything going on. 例えば、私たちが術の力を集め、今老朽に存在するあらゆる影を回収に導くとする。そうすると、何が起こると思う？
待って、まさか君の推測を大胆に話すといい。まさかみんなが100年かけて蓄えた力が影と共に核をある実体にするの？ああ、満点の答えだ。もし無双の層が十分純粋であれば、術がそれぞれの全力を出した後、その中の意志である核を形のある全身へと再構築できる。逆の場合は形のある悪人を前にすることになるだろうが、それでも何の称賛もなく無形の神、あるいは世界の悪意と向き合うよりマシだ。 So when it has a form, it can be manipulated in whatever way possible. 無論ただ難易度だけを見れば、全身を作り出すことと悪人を倒すこと、どちらもかなり難しい。Well, I guess we were already having some experience with vanquishing evil with one star. それこそが私が今までその選択肢を棚上げにしていた理由でもある。A century ago, before the world was split. あら、これは白さんじゃない？新たに手に入れた力は満足したかしら。他人の手柄を横取りしてその罪を背負う、満足するわけがないだろう。あら、だとしたらあなたは巨岩の名にふさわしいわね。そうだ、あなたに共有したいことがあるの。ついさっき七術の最後の一人がその脱皮を終わらせたわ。少女か君は彼女に。焦らないで、あなたの大切な弟子を傷つけるつもりはないから。ただ彼女が世界のために少し犠牲になってくれたら話は別だけどね正直に言うと、あなたの巨眼と比べると彼女の欺瞞の方がもっと面白いわ。以前あなたは術の数を7人にし、亡生の残片を彼らに分け与えることにした。最も無能に見えた欺瞞がある意味で私たちの中で最も強い存在になるなんて、その時のあなたはきっと想像もしてなかったでしょう。 Of course it's been to be like the weakest one is actually like the strongest if you use it correctly thing. Or it ends up to the, it always ends up like this.私たちが前に話し合ったことを覚えてるかしら。あなたの偽物と最初の行動のアストラルリングには運命の差がある。差を埋めたければ私たちは自我をその中に入れないといけないの。私自身の言葉で表現するなら、それは焼き入れよ。遅かれ早かれ、私たちの影の使い方はアストラルリングの残片と共鳴して固まり脱皮を引き起こす。絶対絶命に陥った時の行動とはいえ、真相をすり替えて自我と規則を一つにすることで世界を操れるようになる。
脱皮そのものに対してはきっと誰も贅沢な望みを抱いていないと信じてる。凶楽、殉死、結合、彼らはとっくに振り返る可能性を失った。破棄、巨眼、器具、私たちの人生は今まで通りよ。ただより挑戦的になっただけ。でも欺瞞だけは違うわ。彼女の才能が他者の力を借り、状況に応じて術の中のペテン師を担うことだと本気で思ってるの。アジタ、過去を語る必要はない。脱皮した後、欺瞞の術はどんな力を手に入れたんだ。へえ、もっとストレートな答えをご所望のようね。あなた、焼き入れしたガラスの液体の姿を見たことはあるかしら。A glass droplet? それはまるで固まった涙の雫のようで、とても美しいの。Talking about this, this is what's called like Rubert's Trouble, something like that. It's like a glass droplet. If you like try to break it at like the thick end, it can withstand quite a lot of power, but as soon as you like snap the thin small tail, it just completely shatters in like a dozen of itsy bitsy pieces. I'm not sure what it's called. I think it was something along the line of Rupert's Drop or something like that. そして焼き入れの過程によって特殊な応力の構造が残されるのよ。涙の頭部は異常なほど硬くなって、ハンマーで叩いても壊れない。でも何の変哲もない生活の経験が私たちに教えてくれたように、見た目が完璧なものほどその弱点は致命的になる。例えばこういう涙の雫なら、その繊細な尾の部分を掴んで軽く振ればパリ。It's exactly that. It's a real thing that exists that you can actually like reproduce. Just can like search it up on like YouTube or something like that. ガラスがどれほど頑丈でどれほど大きくても、それは内部から崩れて一面の欠片になってしまう。待ってくれ、それはまさか。あら、私たちの賢い白さん、私がこの例を挙げた時点ですでにお分かりのはずよね。七術が身を差し出し行った焼き入れを経て、もし影のあらゆる剣能をこういったガラスの涙に例えるのなら、アストラルリングと結びついた小尺こそがその涙の尻尾になるわ。彼女は何の周囲もないように見えるし、私たちの力を借りて分かりやすい嘘で自身の術の意義を目立たせることしかできないけど、もし別の防災の残片が彼女に十分な圧力をかけたら、彼女はすべての影の剣能を連れて繰り込みを行い、あらゆる規則を壊し最初の得意点に戻るの。学術的な視点から考えると、強制的条件下における指向性虚数繰り込みと呼んだ方が正しいかもしれないわ。でもあなたのセンスを考えて、それを類似の儀と呼んだ方がいいかしら。うん、Fitting name. Shisho? Shisho? Shisho, daijoubu? Dou shite hanashi no tochuu de kyuu ni...大丈夫、昔のことを思い出しただけだ。皆が最初に類似の儀について教えた時のことを覚えているだろうか。あれね、正直に言うともう100年以上前のことだから
うちの平凡な頭じゃあんまり覚えてないよ。確かリトおじさんはこの能力は彼の個性を奪うことになるから使うどころか他の人が使うのも禁止するって言ってた気がする。あ、そういえばジタおばさんも似たようなことを言ってたよ。ゼロに帰る得意点に興味はないから芸術を壊す実験をする理由なんてないとか言ってた。おや、うちの記憶力もそんなに悪いわけじゃないみたいだ。うちを心配してくれたセラ、まだうちを自分の財産だと思ってるセルマ、そして人ごとのような態度をとってたアカリ姉さん、全部はっきりと覚えてる。逆に師匠はあの時ためらって恨みは深いみたいな顔をしていつもの師匠らしくなかったね。はあ、私は所詮一人の凡人だ。ああ師匠そう言わないで、進めば必ず道が開けてなんとかなる。どうしてか急にこの言葉が頭に浮かんだんだ。セナがここにいたらきっと同じことを言うんじゃないかな。ああ、そういえばセナさんは。え？なんでもない。私たちに天道を憶測する資格などない。君こそどうしてそんなに嬉しそうにしているんだ。Is he implying? Did he know something about Senna? 大事をなす前に、うちもいつものやり方で元気を出さないと。師匠、その、分かってることがあっても、言わないでもらえないかな。ああ、もう準備ができているなら、すぐ琥珀街に戻った方がいい。新しい友人と古い友人がきっとそこで君を待っているはずだ。の現像はきっと術の仕業だよね。ねえ、少爵とベッキューさんはもう夢追い人が夢で見た場所に着いたりしてるかな。 Yep, and they're already leaving from there again. だったらなんだ。術の誰かが止めると決めたならあそこはお前たちが勝手に近づけるような場所じゃない。夢の中でそれができたならおそらくあの時の器具にとってお前たちにはまだ利用価値があったんだろう。でも核の力は単に術という概念だけで。なんだ、もうビビってんのか。お前たち俺をただの純子の延長だと思ってんなら奴は器具以外の何者でもないだろう。あの夢の中であなたは野良犬みたいにのたれ死にしてたけど誰も気にしてなかったって話なら知ってるけど。 True。それはただのイカサマだ。夢追い人は見たこともないんだろう。We did see that. 俺に言わせたらあの白球でも本気で少爵を殺したりはしねえ。奴がその気なら今までの100年の間にいつだって手を下せたんだからな。でもやー、ただいま少爵。Why did you switch out of the pretty dress?Shogu told Tamu everything that happened in a traumatic town, including Baishi's backup plan. びっくりしたよ。その新しいプランはすごく挑戦的だけど、少爵の師匠がやけになってなくてよかった。その辺にしとけ。それもやけの一つかもしれないだろう。お前たちは唯一の志願者になったスカダーを桜花に送ろうとしたが。え？うん。老朽の人を桜花に転送するっていう実験をやってみたんだ。あまり驚く必要はないよ。
もう失敗したから。親切の推測だけど、きっと老朽の人々が長く行ってた改修と関係があるみたいだ。彼らは衣食住を影頼みにしてるのに、術のような能力を持ってない。影の束縛から抜け出すのはどう考えても難しい。もちろんとある術が転送に協力してくれた時に全力を出さなかったっていう可能性も否定できないけど。そう言わないでコラリー、態度は悪いけど一応ドニグルは手伝ってくれたんだから。一応策を考えたのはお前たち、やるって決めたのもお前たち。俺は犬なんだぞ。その後ろで文句を言う他に何ができるって言うんだ。忘れるなよ、エーターンを狙う悪党がいなかったらお前たちだけで俺をこき使うって。おととい来やがれってんだ。あごめんってば。何を謝ってる。俺が老朽をめちゃくちゃにしたくないとでも思ってんのか。順番ってもんがあるだけだ。少女くん、あなたの師匠は一緒に戻ってきてないの。師匠は無双の僧、ああ永久をね、引きずり下ろして形を作る準備をするって言ってた。うちは大して役に立てないから、琥珀街に戻ってみんなを集めることにしたんだ。やつは恥ずかしくて人に合わせる顔がないから、お前を一人で帰らせただけだろ。そう言われるとうちには結構メンツがあるってことになるね。じゃあうちに免じてドニグル、あんたは鼻がいいからあかり姉さんたちの居場所もわかるよね。鼻がいい？俺を。Come on, be a good boy. Tunic wanted to curse, but then noticed Shoraku's and Zenodina's reaching for his tail. He suddenly felt that being treated as a blunt hound was acceptable. わかったよ。犬でいい。世間を渡り歩いてきた者は誰だって人の犬だからね。Okay. I'll do another short toilet break here, though, even though we should be done with this soon, so... Be right back. And run back once more. Let's follow Duenik. Show us where Lantern is, or the other shoes. Huh. Today... 白球はがっかりさせなかったみたいね。小尺お姉ちゃんが無事でよかった。やっぱり白おじさんは悪い人じゃないね。まあうちは大丈夫だから心配ないよ。それより空にある黒い玉を。へえ、さすが師匠。Have you seen him fall before their eyes?The shadows you originally hanging high in the sky was seemingly dragged by an invisible force and slowly fell into the distance like a black teardrop full of sins. 師匠がもう始めてるならうちらも急がないと。そんなに難しくないよ。師匠の話によると全部で2つのことをやればいいんだ。1つ目は核をデータの海からすくい上げて師匠のところに連れていく。2つ目は師匠の指示に従って術の力を最大限に導いて短時間で老朽にある全ての影を制御する。そうすることで師匠は全てをかけた回収を行って核の体を作るんだ。その結果、もし運よく核が心を入れ替えてくれたらうちらは味方を得ることになる。運が悪かったら奴と戦って誰の拳が硬いか見てみるしかないね。全財産をかけて一か八かの勝負に出る。いい知らせは事前に衝撃を防げたら桜花にとっては老朽の破滅もただの地震でしかないってところかな。じゃああなたたちは戦闘を避けるの？ん？
どうしてそう思うの？世界で唯一無二のサンプルを十分に観察するために彼らと生死を共にすることこそが研究者の常識でしょ。 I don't think that's、the answer Sarah expected. 本当にダメだったら災いから逃げられるようにみんなをアストラルリングの中に隠せないか頑張ってみるよ。ちょっとセナ、アストラルリングをオーバーロードさせたらあなたは心配しないで、あくまで最悪のケースを考えてるだけだよ。やむを得ない時が来たら後遺症を気にしてる場合じゃないでしょ。もうそこまで面倒なことじゃないだろ。 Hey, don't think so. うちは力を捨てたわけじゃない。万が一どうしようもなくなったらうちという欺瞞の術がいるだろ。まあその時になったらみんなもあんまり寂しく思わないで。多分そこまでいかないよね。それはどうかしら。協調の一部のせいでセラがいなかったら私はうまく歩けないほど衰弱してるしね。そうだ、ここで運試ししてみようか。夢追い人はまだやったことないだろ。老朽の銃の楽しみの一つ、ドキドキで刺激的な運勢ゲーム、ひっくり返し無敵宝くじだよ。 No, the card game was called something else. さあ寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、運試しを始めよう。よし大吉大吉。今日のうちの運勢は誰かさんの夢の中とは大違いだ。あの、あかり姉さん？いや、何でもない。昔のあんたはいつもイカ様で遊んでたけど運がいいなら熱いうちに鉄を打とう。実を言うと、あんたと白球がルイジュの儀のことを確認してた時、私も彼に頼まれて計画の他の可能性のために動いてたんだ。Really not. ほら。え、これって。うん。他の器具じゃなくて、白球が一時的に押さえつけた核だ。今、奴とアジタの空間は、影を抑える力を持つ収納ベルトに収められてる。一つの収納ベルトは30分しか持たないけど、少なくとも私が普段備えてる収納ベルトが尽きるまでは、奴に何かをする場合いつでも自由に使える。 Interesting. 道理で今まで琥珀街で会わなかったわけだ。待って、そうだとしたらあなたは前から白球さんが少爵に何もしないって知ってたの？結果をただ待つのが苦手なだけだ、私は。何かをしなければならない、そうでしょ？言い訳にしてはもう古いよ。どうして？ああ、あの夢か。そういえば口が不器用と言うべきか、思ったことをすぐに話すと言うべきか、別に構わないわ。白球が前からこの声援を用意してたなら、私たちも参加しない理由がないわね。Let's have some fun then. みんなで力を合わせれば解決できない困難はないって本の虫も言ってくれたよ。ありがとう。それで
ドニグルは？チェ、今まで俺の意見を聞いていたような口ぶりをしやがって。先に言っとくけど、戦闘が始まったら誰でもいいから俺に先陣を切らせるなよ。I think that would be Lantern's strong. ドニちゃん、怖がってるの？おい、チビ、誰が？Sensing threatening glances from others, Tunic stopped and changed his attitude. Sera-chan, 主役は最後に登場するものなんだ。わかったかな？でも、ドニちゃんは全然主役には見えないよ。Burn. Childlike innocence can be cruel. Really cruel. じゃあ、夢追い人は？うちの考えは前と同じだよ。これは老朽のことだから、お客さんのあんたたちが怪我をしたり、もっとひどい目にあったりしないようにしたい。Oh, we are in this why now, so we won't stop now. 老朽に少弱がいる以上、私たちは見て見ぬふりなんてしないよ。それに桜花には親切姉さんがいるからね。姉さんは私よりもずっとすごいよ。そうそう、技術が発達してる桜花とは違って、老朽は一人でも増えれば力も増えるかもしれないでしょ。人間は冒険の精神を持つべきだ。うん、誰かを見殺しにするのはバルキリーのやり方じゃない。まったく、これ以上話してたらうちの涙が止まらなくなっちゃうよ。正直に言うと、ベスを描くあなたを見てみたいと思ってる。わお。ちょっと。Then just like when the world was owned 100 years ago, people representing the seven powers once again gathered together. Talking about him again before leaving, okay.何か？あなたは飴を食べてるの？そんな表情をしてるってことは、私みたいな人間は飴が苦手だって思ってる。Don't think it's that surprising, to be honest. 確かに昔は苦手だった。先生を自称するある人物が無理やり飴にいろんなわけのわからない効果をつけたんだ。その話を信じてなかったから、飴を食べてその間違った話を否定しようと思った。まさかそれがきっかけで飴にはまるとはね。ま、たまには誰かに欺瞞されるのも悪くはない。そうだ、あんたが夢で見た私たちの2度目の戦いの件だけど、話によるとセナディアは自分の覇気で私の覇気に勝ったんだって。うん、どうして彼女にそんなことができたのか、私にもわからないの。でも、たとえ相手が今まで覇気とは何の関係もなかったとしても、その道で私に勝てる人が確実にいるってこと。I find it interesting that she's literally calling it path of destruction. 強いて言えば、そうだね。わかった。ありがとう。ああ。別に何でもない。また勉強になったと思っただけだ。もしかしたら次に生かせるかもしれない。ね、なんだ？嬉しそうだね。また他の術と一緒に戦えるから？何を言ってんだ！純子の名を半分持ってる身として。空気を壊したくないだけだ。じゃなきゃ俺はとっくに家に帰って寝てる。あなたは逆の言葉を言うのが好きだね。でも残念、私の二人とも私の目はごまかせないよ。二人とも嬉しい時は尻尾を上げてブルブル振るから分かりやすいな。気づいてるのは私だけだと思ってたのに。え、みんなが知ってることじゃないの？Finally, someone got something against Carly for once.
when it comes to cheeky remarks. セルマ、体は大丈夫？その態度は？私が不治の病にかかってるとでも思ってるの？あなたの反応を見る限り、私のことをかわいそう。いいえ、むしろ惨めだと思ってるのね。庶民は貴族の末路を見るのが大好きなんでしょ？私は別に。面白いわね。末路には末路なりの趣がある。でないと昔から今に至るまで自殺をテーマにした演劇が多いわけないでしょ。ただ昔から存在する神秘眼よりも時代遅れの未来を一つずつ破って私の好きな形に裁断した方がもっと面白いじゃない。 Sounds good to me. セルマお姉ちゃん、未来も裁断できるの？具体的にどうすればいいかはわからないけど手伝うよ。ありがとう。セラの結合も欠けてはならない。針と糸よ。あれ？準備できたの？ Sure, let's go. Let's see what's ahead of us. 無双のさ。その通り。無双の層、形がなく何事も可能にする。わかりやすく例えるなら、それは老朽の願いを叶える機械のようなものだ。その願いを叶える機械を満たしてるのは人々の恐怖。ああ、私たちは害を避け、影も世の中に幸福をもたらせるように努力したが、この現象の悪だけは変えられず、揺るがすこともできなかった。すべての生き物には恐怖がある。人の本質は善だ。破壊、殺戮、あらゆる人間の悪のもとをたどれば、ほとんどが恐怖から来ている。そして無双の層はその集大成なの。そう、うちも言っただろ、集まった影はまるで老朽の墓みたいなものだって。何しろ死の恐怖を上回る負の感情なんて存在しないだろ。Usually remarks like this sound cliché, but at the moment it carried a weighty significance when uttered by Shoaku. そういえば私たちここに来てみたけど、何ができるか何をすべきか全然わからないままだよね。これまで思う存分琥珀街を満喫したし、そろそろみんなに恩返ししなきゃ。研究所が続けて研究できるように儀式の流れを取ってほしいってさっき親切姉さんに言われたの。ルイジュの儀とは違って、今回の儀式は素形の儀だよね。無双の層の形を作る。師匠は数秒でこの名前をつけたけど、結構わかりやすいよね。I mean, it's quite an obvious name to give it, but... 以前、
少弱が簡単に説明したと思うが、多くの影、できれば老宮にある全ての影を術が支配し、その後私の巨眼の力で回収を行う。それが素形の木だ。その中には確かに諸君にお願いしなければならないことがある。もうベテラン先生ってば、もったいぶらないでよ。わかった。諸君には素形の儀を行っている我々の護衛をお願いしたいんだ。人格、アインシュタインが地球で似たようなことをした気がする。 Did she? I would be surprised if she did. アインシュタインって誰？多分私のお母さん。お姉さんって呼べって言われてたけど。は？は？なんでもない。重要なことじゃないから気にしないで。私とコラリーはいろんな特訓を受けたけど、護衛に関するものも結構あったんだ。ジンは違うけど、対応法はそう変わらないはずだよ。話を戻すけど、とにかく術のみんなと永久に変なものが近づかないようにすればいいんだよね。その通りだ。問題ないよ、私たちに任せて。老朽に来てから私たちも影に対処する経験を積んできたし、核以外の器具も使えるから、うん、大丈夫じゃないかな。そこは自信を持ってよ。Can I actually get, finally get to the action? The cutscenes have been going on for way too long. とにかく礼を言おう。But she bowed to express his thanks and then looked at the other shoes. 諸君、素形の儀を始めよう。万有をかけ、天に祈る。我がすべてをここに捧げる。ここで失敗するわけにはいかない。これは私のパルスだよ。くらえ。みんな疲れてるの？じゃあ地面が揺れてる。白球さんの方はうまくいったみたい。うん、これは。Nobody knew what happened when that wide ray of light shone. They merely focused on the humanoid creation, leaving it to silently devour any words that could have been uttered. To perception, there was no distinct line between good and evil, rather, they originated from the same place, the hands of humans. And perhaps that's why it took on Shuaku's appearance. Of course, if you looked at it, things from another perspective, you'd feel the opposite.The original chaos that transcended good and evil, born from pure willfulness. Isn't that more frightening than pure evil? And finally, you've got that. The next story part is
continuing tomorrow, but as I said, I won't be able to stream tomorrow since I will be on my way to Düsseldorf for Dokomi. I'm already driving there a day early with friends, so we can just, since we have a long way there, we're like probably driving around 6 hours, I think. And with the Euro League, like the European Football League going on, yeah, it might take even longer, which will not be fun, but hey. But since we finally done with the story and actually took longer than I expected, I thought I would really only need like 2 hours for it, but nope, apparently not. We got stuck for like more than 3 hours again. But yeah, we are leaving it at that for today. So let's see if there's anyone to raid. Sure it is. How do I get to my page? I gotta go here. And we're gonna be raiding. And you notice. Wait, did it? I can't raid her. Why can't I? Come on. Okay, then. If it's me giving me errors, then let's look for someone else, I guess. Come on, Twitch, load stuff. Thank you. What's going on? Getting picked third right now. Not many, actually. Well, okay. If rating is not working again and everything, then let's just do the photo raid today. Again. Then with that being said, I hope you enjoyed it. And yeah, feedback would be appreciated, as well as support. I mean, we are getting close to at least finally cracking 100 followers, which would be nice to get. But yeah, I'll have to get stuff ready for tomorrow before I leave for Dokomi. So yeah, maybe some of you will be there too. Maybe we'll see each other, maybe not. If you can find me, if you can figure out who I am. But yeah. Until next time. Hope I'll be seeing you again. Bye bye.